ハグ解任のタサポの声が素直すぎる。マンチェスターユナイテッド監督のテンハグの解任が公式で発表された今季はリーグ戦では14位で EL でも苦戦しているため不運な面もあるものの責任を取る形となった。タサポはテンハグがいるうちに戦っておきたかったと解任を惜しんでいる。正直タサポにここまで解任が惜しまれる監督は他にいないよ。テンハグのうちにオールドトラフォードで戦えてレイさんで圧勝したのはデカすぎたな。アーセナルとの対戦までテンハグ解任は待ちなさいよ。もっとユナイテッドの監督やってほしかった。チェルシー前にテンハグ解任かよ。まあ仕方ないけど彼に求められて7番までもらったマウント。いやこのタイミングでテンハグ解任は怖すぎ。絶対解任ブースト来るやん。今シーズンの補強金額260億円以上費やしてこの順位はさすがにまずかったな。お疲れ様でした。さすがに勝てなさすぎでしたね。テンハグ解任したん、もっと長い目で見てやれよ。まだ今季一度も戦ってないんですが、これからどうなるにしても負けられない相手なのは間違いないな。テンハグ解任からのサウスゲート就任までセットでお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。